んだよ、これ。大きい。こんな巨大なものが。この中に、みんなのお宝が。ああ、そのはずだ。しかし、このまがまがしさと異様な威厳、神殿のように見えなくもないが。ここまで来てビビっても仕方ねえって。行こうぜ。研ぎ澄ませ。なんだこりゃ。なんて数だ。周り一面全てが牢獄なのか。真ん中のあれなんだ。何にしろ偉そうで悪趣味。ここより先へ抜ける道はない。どうやらここが終着地点、メメントスの採用ということのようだ。なら、このどこかにメメントスのお宝が。多分それで正しい。我が輩もここへは来たことはないが、感じるんだ。間違いない。あれが消えれば、あれが消えれば大衆は目覚めるはずだ。だが、とても運び出せないぞ。消えりゃいいんだろ。持ち出せねえならぶっ壊すまでだぜ。ああ、それでいい。破壊しよう。やったら異世界丸ごとなくなるんだよね。いよいよこれが最後か。おっと、さすがに見つかったか。ただ黙って壊される気はないっぽいね。囚人たちまで何やらざわつき出したようだ。不気味だな。何かする気か。やっぱりあれがお宝ってこった。確かめる手間が省けたぜ。ちょっと待って、やっぱりおかしい。大衆が自分で自分たちを囚人にしてるってシドは言ってたけど、自動で反撃するこんな巨大なシステムを本当に彼らが動かしてるの？それにすごく統制された監視や兵隊もいたし。大衆たちとは別にここを支配してる者がどこかにいると言いたいのか。何今の。いいだろう、後にしろ。ここまで来て負けんなよ。こんなやつさっさとぶっ壊そうぜ。みんな気合を入れろ。よし、行くぞ。ボコボコにしちゃえ。やめろ、やめてくれ。聖杯に触らないで。聖杯？嘘だろ、なんだ今の。まさか囚人たちみんなが力を分け与えてんの。くっさ、キリがねえ。こんな数の囚人たちに後押しされていては。人間でありながら人間の望みを絶たぬとする愚か者どもよ。誰？悔い改めよ。お宝が喋ってる。我は手にしたる者すべての夢を叶えるとして崇められし者、聖杯と呼び習わされし存在。聖杯？最高の牢獄のありさまは人間の望みそのものである。
等しく縛られ思考を放棄し、世界に関心を向けもせず、英雄の世直しすら無に帰させず、下に愚かしき大衆。今や大衆の心は怠惰という欲に出し、牢獄と化した。ありがたがりやがって。ならば自ら望んだその牢獄で朽ち果てるのがふさわしき結末。構えろ、来るぞ。おや、おのれ、今度こそぶち割ってやるべす。また治っちゃったけど、負けてらんないよ。もっともっと攻撃するんだ。っていうか、なんかあいつ色が。またか。つうかやっぱりだ。あいつ回復するたびに色が。一気に倒せ。このありさまじゃ心を盗むどころじゃねえ。一体我が輩たちは何のために。ひどい。望まれぬ正義に酔いしれる愚か者どもよ、これこそが怠惰に落ちた人間の願い。この輝きは望まれたる存在の証。人間が求める限り我は不滅。これがみんなの望み。思考停止して聖杯に導かれることが。そうね、悔しくて泣きたいよ。私は絶対に賛同しない。我が輩がなりたいと思ってた人間ってのはそんなんじゃねえ。現実がどんだけ辛くても変えることを諦めちまったら終わりなんだ。我が輩だけじゃねえ、ここにいる全員がそうだ。諦めちまってた頃になんか戻りたくねえから。命を懸けてここまで来たんだ。オナちゃん、そうだよ。もはや人間どもは歪みの顕在化を望んでいる。そして我は人間の望みを叶える存在。かような異界にとどまらず現実へと侵食を果たす。ふざけんな。侵食って一体何をする気。ちょ、やばいよ。嫌な予感しかしねえ。モナ、どうすればいいんだ。お前が何者だか知らねえが、さっきから決めつけやがって。人間はな、お前が言うような愚かな奴らばっかりじゃねえんだよ。怠惰で愚かなりし人間どもよ、すべての心を我に差し出せ。
今こそ融合がなされる時。おい、地面が消えてる。ざけんなよ。全部思い出したぞ。いった、みんな無事。足りめえだろ。あ、っていうか服が普通のに。見ろ。え、渋谷？戻ってきたのか。戻ったというか追い返されたんだろうな、聖杯に。私たち負けたの？それはわかるけど。信じられない。どうしてみんな普通なの？見えてないの？あの子たち、無事でいるかしら？すげえ天気いいな。ドライブ行く？はい、ええ。ああ、明日の打ち合わせの件ですが。新型のスマホの発表、今夜来るって。怪盗って結局何だったの？怪盗とか懐かしい。一瞬でも信じた俺がバカだったわ。いいネタだったよね。まあ今さら誰も信じてないだろうけど。なぜだ、異常に気づかないのか。多分おかしいと感じられないのよ。どうした？なんかグラグラする。双葉、捕まって。あんちゃん。これも聖杯の仕業なの？ふざけんな、クソが。君悪いことしやがる。俺の手、リュウジ。嘘でしょ。俺たち何か。やだやだ、消えちゃう体が。そうか。そうとも、私ではない。貴様たちが人々の認知から消えようとしているのだ。
この声。メメントスと現実は一つになった。故に認知から消えたものはもういずこにも存在できない。消えるとか冗談じゃねえぞ。くそー、リュウジ、ここまでなのか。モルガナ、私たち何を間違えたの。我が輩のせいなのか。我が輩が連れてきたから。我が輩はすまない、作戦失敗だ。結局公正は果たされなかったな。見込み違いだったようだ。この無能な囚人が。協力の甲斐もありませんでしたね。人間は私が考えるよりもはるかに怠惰で愚かであった。間もなく世界は破滅を迎えるだろう。お前はゲームに敗れた。人類に変革をもたらすトリックスター。所詮お前には荷が重すぎたようだ。ではゲームのルールにおいて敗者には代価を支払ってもらわねばならん。お前の命をな。汝を死刑に処する。死刑。神の決め事は絶対。我が試みは水泡に引きし、全ては終わったのだ。その者に速やかな死刑を。それが主のお望みなら。貴様は良い囚人ではなかったということだ。確かにそうかもしれませんが。どうした、速やかに執行せよ。本当に死を。迷うな。全てはゲームに負けたこいつの罪なのだ。では囚人、これより刑の執行に移る。生意気な、この後に及んでまだ反逆の意思を示すとは。ジュスティーヌ、いいな。主の命令なら仕方ありません。往生際の悪い囚人に我らの力を見せてやるのだ。わかりました。罪人にしよう。抵抗するな囚人、おとなしく刑を受け入れろ。最後は潔くするものです。くらえ。くらえなさい。この力、カロリーヌ、やはり。どうした。迷うなと言っただろ。主の命令に背くのか。
どうだ。行きます。やはり違う。私たちの役目は死なせることじゃない。カロリーヌ、何なんだ。なぜこんなに心が騒ぐ。我らには別の役目があるというのか。どうした。死刑と命じたはずだが。主は人間を見限ってしまわれたのですか。私たちは監視、囚人を更生させる存在。何？頭の中で何かが告げるのです。本当の役目は死なせることでは。助けて。殺す存在ではない。それこそが忘れかけていた真実です。決まりだな。私たちは人間を見限らない。右目と左目、まるで鏡写しの同じ。私たちの願い、今こそ。ようやく思い出したぞ。我らがいかにして引き裂かれたか。私たちはもともと一つ、半身ずつに引き裂かれたのです。邪悪な意志によって。我らも同じく囚われだったわけか。囚人に真実を教えられるとは。取り戻しましょう、私たちの本当の姿。おい、貴様に最後の仕事をやる。ありがたく従え。あなたの手で私たちを合体してください。育ててやった恩を返す時だ。心してやれ。さあ、合体を。我が名はラベンツァ。私たちは邪悪な意志によって引き裂かれ、あの双子の姿となりました。この身を引き裂かれる前、私は助けを求めました。あなたを失えば聖杯への道は永久に閉ざされる。だから今一度真実を思い出して、そしてどうか私たちを救って。信じていました、あなたならここまでたどり着くと。主の名を語る不届き者、取り戻されたこの寮の目の前で嘘偽りは通用しない。まだゲームは終わっていない。
人間の世界を残すか壊して作り直すか、全ては我がゲームだ。気をつけてください。お前に分かるように言うならば、願いを叶える聖杯、いや願いに応え統制を施す神といった方が近いやもしれんな。遺族が悪を討ち、大衆が善に共感すれば、自らの力で怠惰から改心すると見込んだわけだ。だが結果は知っての通り、大衆は全てなかったことにしてしまいうった。人間は破滅すべき、その答えをお前は導いた。だがな囚人、実のところお前を再評価してもよいかと考えておるところだ。人間が聖杯へとたどり着き、私の正体を見抜く神である私をなかなかに驚かせた。ボングにはできぬことよ。まこと退屈せぬ囚人であったわ。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時、愚者の究極なる非王に目覚めたり、無人の力を何時に与え、よし、よし。もうしばらく観察してみるのも一興だ。お前に取引の機会を与えてやる。もし望むなら世界を前の状態に戻してやろう。歪んだ大衆どもがはびこるあの世界だ。彼を異世界に無理やり引き入れて望まぬ試練を課し、その上まだもてあそぶというのですか。怪盗団が称賛され、名声が手に入るだろう。どうだね。よくぞ選択してくれました。度し難き愚かさよ、自ら死を選ぶか。なれば今度こそは用済みだ。場所ずいぶんと久しいですな。ようこそ我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。このベルベットルームの真なる主であり、あなたの旅の本当の手助けを担う方。すぐに理解するのは難しいかもしれませんな。一言で申し上げれば、偽物が去り本物がお戻りになったということです。さよう。我が主が戻り、あなたが奴の誘惑に打ち勝ったならば、破滅に向かいつつある世界を救うことができるかもしれません。ですが、あの者に勝つにはあなたの力だけでは難しいでしょう。解放するのです、志を共にしてきた仲間たちを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。彼らはまだ息途絶えたわけではありません。あなたがここに閉じ込められたように、彼らもきっとどこかに捕らえられているはず。絆を深めたあなたなら
きっと彼らを解放できるに違いありません。彼ら、いや、怪盗団がここに集いし時、全てをお話ししましょう。さあお行きなさい。共に真実へと向かうべき人々のもとへ。